今日は幸せのイルカを揺らすというお話をさせていただきたいと思うんですねあの幸せを感じたらば幸せだっていうことを発信してですねそれを周りに広げていくと言いましょうか幸せの輪をいかに広げていくかということなんですねそれは社内であったりお客様であったりあるいは皆さんの関わる全ての人に幸せの輪を広げていこうということであります今日はちょっと暑いですのでついついビルを持ってきてしまいました えー、前回あの朝日ビールに行って社長の泉谷さんからビールの美味しい継ぎ方っていうのを教わったんですけど最初ちょろちょろこれかしげってはいけないそうなんですねかしげないで継ぎなさいということでやりました失礼して1杯いただきますあうまいですねこうなんですねあのやっぱりうまいねーっていう人って何でも普通って っとこうや,やっぱりこれ「うまいね」ってこう言ってほしいんですねやっぱ「うまいね」っていうその輪を広げるということでありますでよくあの「いややっぱりスーパードライうまいね」って言った時「いや生は札幌に限ります」って言う人がいるんですよね。まあ、そこにはそこにはですよスーパードライしか置いてないんですからだかそれうまいですね」って言えばいいんでしょう。まあ そういう意味でですね、そこで味わった幸せを伝播し周囲に広げていくということが非常に重要なことでありますこれを幸せの連鎖性とも言いますね皆さんの味わった幸せっていうのをその輪を広げるそのおいしいねとか嬉しいねとかついてるよね今日はってこのお店来たけども隅の方の一番いい席が相手ではついてるついてる運がいいとそういうように言ったらば酒もおいしいし また話題も前向きになるというように思いますねまあそんな意味で常に幸せの輪を広げる幸せの連鎖性幸せの波動を出していくということが大変重要なことだと思います今日はビールを飲んでしまいました